カーブ合わせて振っていってショート取った、コプレーよく取りました、タッチアップに行った高め、この辺りで行きました、ショート後方体勢を見て高めタッチアップを選択、今宗は投げ切れませんでしたかね、どうでしたかね、ちょっと、まあ、あの角度がないところから投げるん で、まあ、無理しなかったっていう感じですよね。サード後方ショートの車いすコープレー、ただこの動きを見て高部はなんとタッチアップに行きます、ね、やっぱりこれ投げないっていうのはやっぱファーストランナーがいるからですよね、はい、ただ車いすよく取りましたね、いやこれはよく取りました、これ落ちてたらまたね、チャンス広がりましたからね、